ふとした時に麻婆豆腐だけ食べていたら糖質低そうだな痩せれるのでは、と思ってしまったのです。新宿中村屋の、辛さ、ほとばしる麻婆豆腐、辛口、は OK ストアで税別299円でした。食べてみて、最初は、ドロッとした具でしたが、 調理すると水気が結構出る。一口目から、デフォルトですでに辛い。四川山椒は入れなくても風味結構ある。食感的に長ネギはやめておけばよかった。青ネギとか葉ネギが無難かな。ボリュームで、麻婆豆腐2人前の豆腐一丁は、一度に食べきるには多い。 半分くらいは、冷蔵保存して後で電子レンジ加熱が無難かな。ひき肉用意するのが面倒な人でも、少し高いこと踏まえたらお得ではあります。豆腐切った後で、肉加熱する手間も必要ないですからね。この一手間ないだけでも楽。